突然ですが、群馬、栃木、両県に新しい駅の構想があるのは知っていますか？え、そうなの？どこどこ？様々な自治体が新駅を要望、構想をしています。群馬バカだな。栃木は LRT で忙しいからな。現在、ある程度話が進んでいるのはこちら。へえ、群馬は高崎にできそうなのか。栃木は小山市か。まずは群馬県から見ていきましょう。よくわからないけど、ここに作るといいことあるん？確か、すぐ北側に高崎経済大学があったはず。あ、ほんとだ。大きい大学だから便利になるかもね。いや、よく見たらゴリゴリ間に川があるじゃないか。迂回するとめっちゃ遠くなるの。泳ぐパターン、あるな。ないわ。ちなみに、新駅と大学を結ぶ橋の整備も計画されているそうです。おー、それなら安心だ。なんだ、面白くないな。続いて、栃木県を見てみましょう。地図で見ると隣の駅近いな。作る必要はあります？確かここら辺今はこんな感じですけど。いよいよ何もないじゃないか。こちらは2つのエリアの新都市構想があるそうです。あ、なるほど、これから開発予定なのか。まだまだってことね。しかしどうなるか楽しみですな。気長に待ちましょう。来世まで。来世？